ウェイ、ウェイ、ウェイ。頑張ります。神さんとは言った。わあ、神さんキッチン脇、絶対キッチン脇。スーパー直近キル、3秒以内くらいです。武器庫の、下の銃から出たぐらいです。僕が今下の銃をしまっており、うん、神さんは僕がしまうタイミングで出ていったので、行けて、もう本当に武器庫下です。私が、展望で停電見てました。一番右が最後に上がっているはずです。はい、ハイブリが貨物で直してます。はいはいはい、武器庫上にはオマ、タケ、ウメがいます。オマダウンロード中です。タケ、はい、うん、そうだね。あれ、あ、僕はコックピットで開いてます。浮いてます。そうね、タケオさんは白出せますね。タケオさんアドミン見た？見てない。おう、あ、一応先にハイブリから剣士は白です。はい、俺もハイブリさん白で、高ハイ白ね。はい、トータさんはどこで浮いてるんですか？アーカイブとアンワキ、アーカイブからシャワー降りて、シャワーの中のタオル拾って、最後シャワータオル入れようとして終わり。誰にも会ってないで、うん、メイン分けって俺と慎太郎くんと誰やったっけ？藤宮です。藤宮くんやったっけ？僕は速攻除染入ってるんで、まあ、基本は見てる見てる、交えてほしいかな、うん、で、慎太郎くんの方がより無理って俺言えて、エンジンの真ん中まで同じように進んでいって、上に進んで宿舎の方に行ってるの見てるんで、うん、うん、まあ、より無理やと思います。ボタンやる。あ、そうかそうかそうか。まあ、藤宮くん、あ、ごめんね、藤宮くんで白はギリギリ出せないかな。ギリ出せないけど、うん、女性に入ったの見てるけど、別にそこから後追いかけてメインキッチンベントで切れる時間はあるから、うん、直近で武器庫下なんでしょ、うんうん、もう3秒。原産ってどこまでいってるんですか？僕はね、私結局、はい、展望デッキの停電見た後、配線助けてキッチン入ったぐらいなんですけど、この発言が嘘で武器庫までいけんじゃねって言われたら多分否定はできないレベルだと思います。うん、僕はね、うん、おまおじさんはやってなさそうに見えるし、違うと思う。あ、そっち派？これさ、梅健さんが一番下に近いでいいの？その僕を覗いたとき、上を塞いでるのは梅健さん？いや、もう僕と竹雄さんが一緒にコックピットから武器庫に入ったら、武器庫のダウンロードのところにおまおじさんが立ってたっていうところです。あ、そうなんだ。うん、はいはいはい。じゃあ梅竹はお互いに白なの？白です。まあ3秒前見てんだったら白だよ。うん、直近切るなら俺もその2人から白もらえる。まあまあまあ、そこで切るし、そこでダウンロードの立ち止まりね、しなさそうだもんな。その場合、真下に死体あることになっちゃうから、お前さんじゃないと思ってるんだよね。うん、その場合フラゲン、現状プテゲンどっちかなんじゃないの？あ、お前自身がいだろ。え？はい、内臓、はい、あと他に洗ってないとかありましたっけ？いや、ない。いや、全部出た。藤宮くんがまだギリ白は出さないって感じだったよね、多分。確かに、まあ、優先順位は低いかなと思います。まあまあ、一応ね、かなり白の脇しか見られてないから。いや、その人数が、って感じは。いや、ごめんなさいね、ちょっと人数がかなり多いっていうところから見て、うんうん、上を塞いでるじゃないですか、うん、確実に。で、下側はゲンさんやったっけ、うん、そうですね、がいる状態で、めっちゃウルトラシーみたいなベントキルしてない限りは藤宮くんで無理やと思うから、俺は結構白寄りに見てます。うんうん、もう一回プテの視認情報聞いていい？僕が武器庫の上を竹雄さんと一緒にしまったんですよ。で、竹雄さんの方が早く出てた、はい、僕の方が後に入って竹雄さんが出るぐらいの時で、その後に僕が下側の武器をしまった時に、すでに到着しているガミさんがいて、僕がしまい始めたらガミさんが出ていきました。で、僕は武器を3丁しまい切れておらず、ボタンが鳴ってガミさんが死んでるって状況だから、ガミさんの行ける移動は本当に武器庫真ん中より下ぐらいしか行けない、うんうんうん、現ですね。この情報めちゃめちゃ信憑性高いと私視点で思ってしまってて、キッチンで湧いたのが私とガミさんで、一緒にバーガータスクまでやったんですよ。で、私は展望方面に行き、ガミさん上に流れていったんで、まあ
その辺だろうなと思います。なんか、脇は源さんはガミさんと一緒に2人だけでしたか？です。源さんじゃなさそうかなって思っちゃうんだよな。なんか僕も源さんじゃなさそうだと思う。あの配電盤から、うん、配線やってキッチン入ったぐらいって、めっちゃ配電盤見てた身としては時間がぴったりぐらいなんだよな。わかる。だよね。だからもうぴったりその移動本当にしてそうだなっていうぐらい時間がぴったり感あるんだよ。僕プテさんだと思ってて、竹尾さんは僕だと思うんだ。とプテさんって上の銃入れるとき同じぐらいだったっていう主張でしょ。で僕コックピットに行ってリングフィットやってから戻ってくるまでの時間があるのに下の銃入れれないんだって思っちゃった。ああのエイムが悪かったね。あとお前さんは、ね、3丁目の銃がちょっとずれちゃいました。どこなんだっけ最終位置。あダウンロード途中やから。あダウンロードか。向きが舞うやね。エイムが悪かったらガミさんの移動ってもうちょっとできそうな、うん、いけそうな。いやでも言うても真ん中ぐらいです。マジ狂うありえない。梅滝からおまおじさんが厳しいっていうのはどういうあれでしたっけ。いやあの白は出さないけど、うん、なんか心理的問題、うん、心理的だよね。心理的にね。でも僕は武器庫の上のダウンロードやってる最近、うんうん、あおじさんの目の前で切ったらすごいことになりそう。ハイボーウィスハイスフェデン直しました。ウィーネス。うん、まあ僕は待ってほしいかな。一応僕視点ではなんかゲンさんは結構印象がいいなと思っちゃったのと、あとおまおじさんがダウンロードから下に通って紙切る、僕も心理的にあんまやらなそうだっていうのもあるし、まあ、藤宮が紙切りを通してるってのもあるんで、ちょっとなんか難しいんですよね。まあ、俺が入るのはトータスさんも入っちゃうけどね、うん、浮き位置だから。俺めちゃくちゃ浮いてるから。俺が弁当使えるっていうなら、まあトータスさんも使えるっていう、うん、あれにはなっちゃう。あれ、藤宮君ってさ、除染の部屋で終わってるんだっけ、最後まで。最後まで除染。ああ、じゃあ通路通ったらギリギリトータスの名前見えないかな、下側で。まあ、見えないこともないね。上側走ってたね。うん、ああ、そういうこと。そうだね。見えないことあるよ。入んない。まあじゃあどうどうか。藤桃が干渉してる場合は多分プテさん自身が見てそうな気はするんだよね。弁当で飛んできてるルートしかないから。いや僕は見れないよ。だって僕は武器庫のタスクをやってんだもん。ああそうか。上側から要は上から下に行って、うん、下にその武器庫の下のタスクに入ってから数秒はそこで止まってるから。じゃあ分かんないね。おまおじってちなみにこのターンどこ脇？宿舎ですね。高田さんと源さんと。でどこ行った？下側に行ってます。まだ武器で僕ダウンロード終わってないんでダウンロードし続きしに行きました。現それ見てます。それ置いて直しに行った感じですね。なんか結果的にあんまりプテ君と源さん、まあ源さんの印象は俺ら的にはあれやけど、なんかの容疑から薄い位置で藤宮君トータスぐらいからあんま変わらん気はするけど。いやてか基本プテ源オマこの3人で置いてくれないと容疑者めっちゃ広くなりますよ。うん、あもちろんもちろん。うん。それこそ藤宮さんが武器庫まで仮に到達して切ってた場合は、私藤宮さんの白を明確にあげますけど、多分私が見ますよ。弁当使って、ね、うん、切るとかだったら、うん。僕は普通にプテさんだと思ってますけどね。待ってほしいです。多分12、3秒ぐらいは時間あったと思うから。でもさ、竹尾さんはさ、僕とさ、すれ違って形でさ、入って出てったじゃん。そんなに AK2 兆が時間かかんないでしょ。いやでもさ、竹尾さんは僕とすれ違う形で入ってるから、コックピット終わってもちょっと戻るぐらいって結構そんなにめちゃくちゃ違和感だって言ってきて殴ってこられるほどでもなくない？マジで次も危なすぎ。これさ、僕釣られた場合タンズリで頼むね。タンズリになっちゃう。そうなるよ、されたら、うん、次も移動経路聞くぞ、マジで。ああいいですね、お願いします。しばらく素人に行こうか。
ハイウェイさん、おい、藤宮君だと思います。どういう主張ですか、トータさんは。ミーティングのボタン下にハイブリさんの死体があって、藤宮君が、今、コミュサボ中にミーティングから降りてきて、リフトを右へ乗ってきました。一応僕はそう、ハイブリさんをボタンに残した状態で、リフトに今乗ったとこですけど、そもリフト乗る理由があんまりわからなくないですよ、コミュサボ。まあ、右にタスクはあったんで。だと。まあ、で、ボタンはハイブリさん。で、左にはおまおじさんいたんで、うん、それはわかる。僕としては別に左に行く理由はなかったんで。まあ、僕視点ではミーティング、まあ、弁当使われてる可能性はほぼないと思うんで、トータスさんがもしくはハイブリさんの前にミーティングに誰かがいた可能性ですね。コメサボの中から出てきた人って誰、一瞬だけ見た。慎太郎さんだと思います。ああ、じゃあ僕が定例直してるんで、まあ、だから今ミーティングに犯人が入れておくんだったら、僕目線、高田さんとゲンさんは違う。でプテハシも無理かな、うん、エレキに置いて僕、うん、あでも一応高田さんの真後ろ今ついてて、エンジンの絵の下です。まあまあでも、うん、無理そうだと思う。どっちみち俺の。エンジンさん、武雄さんもほぼほぼ無理です。はい、シャワーで、シャワーで、ね、タスクしてるの置いてきました。右で見た。エレキに置いてきたのは、プテさん、高田さん、梅健さんもエレキ付近で見てます。うん、僕はね、貨物周りで最終アーカイブ。うん、あだったら、おもちさんもだって、藤宮君目線多分無理だよね。うん。ならもう本当に藤宮トータスの卓になってるか、うんうんうん、じゃあ配置してるわ。あ、コミサボ中だ、コミサボ中だから、いや、乗ってないよね。乗った乗った、あ、乗ったのか、あ、乗ったのか、うん、いやー、まあ、あ、慎太郎が直してんだ。僕直してますよ。じゃあ慎太郎のマットもない、まあ、一応リポートされてるっていう点で僕の方から釣られそうですが、一応ローラー完成お願いします、うん、で、うんね、初手切るに関してはトータさんは基本無理だと思ってるんで、今回と初手は別の犯人かなと思ってます。ちなみにフジプテ、あ、ごめんね、フジプテ、あ、違う、フジトータさんって昨日プテアスさんに投票してる ?2 人は。してない。俺は投票してる。あ、了解。4票聞きたいわ。ゲン入れてます。竹、ゲン、フジ、はい、僕も入れてる。慎太郎、このキルはぶっちゃけ分からんけど、初手キルは藤宮さんが絶対ないと思ってるんで、私。源さんがそのキッチンまで入ってるからって、ね、うん、僕シェリフなんで、ボタンないから昇降機右行きます。あ、僕がボタン残ってるはずなんで、はい、ボタン行きます。僕もボタン行きます。ちょい、ナイス。はい。うん。まあ、特に、まあ、言いたいことはもう全部言ったから。ローラーはしたい。うん、ローラーはしたいかな、俺も一応。うん、両方とも一応両。初手浮いてるんでね。まあ、仕方ないじゃない。まあ、言った通り、うん、明らかにコミサバなってミーティングが降りてきた時にリフト乗って右にはいかんやろっていうのが僕の主張なんだ。うん。うん。原産の主張としては。はい。藤宮君が弁当使ってる場合は私が見るってことは、同様にトータスさんも見るってことですよね。うん、そうですね。やっぱり原産者はおもんじさんかプテさんが固有ってことですよね。その理論がそう頭にあったんで、さっきのプテさんに票を入れてる一名になってますね。あの日俺の脇がアーカビガに荒れるとしたらあんまりないと思うんで、そっちが似てるところが。いや、本当に神がかり的キルですよ、うん、藤宮さんとかトータスさんだったら。うん、で、原産は配電盤情報確か出てるんですよね。マット否定されてますよね、これ。はい、上がるまで見てますし、2手目直したりもしてますね。原産ってさ、はい、なんか僕が原産はちょっと白いかもなって思ったのは、はい、その原産が僕っぽくないって言ったからなんだけど、やっぱり僕っぽいの、結論は。僕っぽく、まあ、消去法じゃない？いや、ないっては言ってなくて、言うことに違和感がないっていうことじゃない？っていう、そうですね。プテハシさんの情報は真実だとは思っています。殺していたとしても。真実だとは思う。はい。おまおじ、あ、おまさんじゃない、神さんの位置がめちゃめちゃリアルだなって私視点では思いました。ああ、はい、どういうことだったのか、その事実を仮定した場合に、まあ、プテオマどっちもあるなって感じです。原産が あるならマットかなと思ったけど、否定はされてて、インポスターの場合に
藤宮東太さんに相方がいようとも弁当を自分が塞いでるっていう証言を出さなければ容疑者まだワンチャン5人ぐらいで初日濁せたのに、そこ否定してなんか2択3択ぐらいまで絞らせたのは原産しろそうだけど、テオマかなって思ってる。なんとなくテオマかなって感じですね。もう自家人外だ。また言ってる。自家人外。ほな思うわ。また言う。いや、説明できるんですけどね。ゲロ聞くからな、ゲロ。あ、でも、お前さん、本当にダウンロードしてました。はい、多分、2つ目。だから悲しいんだよな。フェイクでも。さて、こっからが困るぞ。からが困るんじゃ。そういうこと。どうでしょうこれは。よかった切らなくて今。おお。強すぎ。まあ一応今回53秒ぐらいあったんで原産は限りなく白かなって思いますね。配電盤直しました。ああ、なんか勝っちゃってなかった？うん、まあ一回勝っちゃいましたね、真ん中は。うん。おまおじさんは最初30秒ぐらいは監視してましたけど。監視してました。監視。まあまだキルはする様子はなかったですね。ああ、じゃあゲンさん歌ってください。このターン俺全然ゲンさんのことキルできましたよね。そうですね。え、俺 100% に近いぐらいマットミートだと思ってんだけど。え？人外だった場合マットだろうな。いやマットだと思うな。悲しいとか言われたら悲しい。梅剣おまおじどういう移動してたこのターン？それ一応聞いた。梅高尾までアーカイブはキー。シャワータスクゼロ。メインタスクゼロ。エンジンの配線だけやってまた右に戻ってた。エンジン配線やった後だからゲンさんと合流する形でミーティングの配線をしに行ってますね今。ああ。なので、うん、そんな不自然なことやってるから。いや、コミュサボ避けたでしょあれ。もうそろそろコミュサボなるんですよ。それはもう物は言いようやな。もうコミュサボないですね。直し聞きましょう次ね。おまじ配線終わった？配線終わりましたこれで。おお。はい。なんでも一応整列してる。はい。おお、慎太郎の死体がキッチンの木で、発見です。キッチンの 木の上か、木の位置に僕が今います。羽田さんは無理。でも違うのこれ、これ俺今カメラ見てました。カメラついてること確認してています。はい。梅健自身が言うんや。梅健がそのキッチン側から要は、コミュ、武器コミュと来たような動きをしてました直前に。武器コミュ
うん、だって左からじゃあお前さん陣外で大丈夫です。梅健が、停電中にエンジン配線行った時に慎太郎さんがいて、でその後慎太郎さんがエンジン左の給油をやっていて、梅健はそれを置いて宿舎金庫でタスクを全部完了させて、あとはレポートしかやることないので、シェリフの慎太郎さんが死んでたらまずいので、エンジンの左の方にレポートを連打しながら戻っていなかったから、奥まで見たりとかメインの方に行こうとしたりするのをカメラで見られてる素振りなので、武器庫とかコミの通路には行ってないです。実験おかしなことは言っていなくて、慎太郎くんの発見地がせいやった場合って梅剣ってそこの現場を通過してきてることになるから、カメラ見ている俺から梅剣を疑うことは全くおかしいことではない。武器庫側から出てきてるって言ったよね。じゃあ、そこから出てきてる。あ、ごめん。ああ、まあ、そこ、あ、見て、僕見てますよ。竹尾源で動いてたでしょ、源さん。竹尾源、エレキではそうですね。エレキでは竹尾さんとおまおじさんは私残してメインに上がってます。いや、おまおじさんどのぐらい見てた？おまおじさんは普通に2キルできる位置だと思ってます。どのぐらい見てた？エンジンから、エンジンの左側から来るってことは別に俺を疑うことは全くおかしい。いや、おまおじさん結構マット臭いんだよな。さっきの私の動きとかも。いいな、これ。一応タスク確認したくて終わります。私も終わってますが。俺は終わってないです。あと1分だよ。終わってないのにそんな十何秒もカメラ見てんの？十何秒も見てない。十何秒も見てない。姉妹梅剣が。姉妹梅剣が、ずっと見て、おまおじさん今のおかしくないですか？ずっと見てたっておかしくない？これどうします？全体に合わせますけど、まあ僕はタスク終わるからスキップ。俺は終わると思いますぐらい。オッケー、うん、ずっと見てたって。ボタン残ってる人いる？僕残ってたと思いますよ。あ、まあでもあれか、まあまあ1分あればいけるんだったら勝てるんちゃいます。まあ、ちなみにおまおじさん、俺容疑は無理だよ。初手容疑より白だって出てるから無理。まあでもそうね、おまおじさんなのかね。ゲンさんさっきボタン白かったしな。おまおじはな、お前さん悪くないんだよ絶対この人。いやいやいや、なんでそんな感じになった？ゲンさんだ。ゲンさんだ。おまじさんです。ゲンさん。おまじさんに言いましょう。おまじさん自投票してください。ゲンさんや。高橋さんどうですか？あ、いや、ゲンさんだったと思うけど。タスクは。あ、あと1です。大丈夫か。ゲンさんや。おまじさん自投票してください。おお、ゲンさんなんだ。白で見ちゃったな。よかった。悲しくなるとか呼んでてくださいよ。一応わかんないんで、一応スキップ入れますね。タスク終わるなら。俺、ゲンさんに入れてよ、普通に。スキップに、まあまあ、なんでもいいけど。おまさんに投票ですよ。もう人差し指が。あ、今日別れちゃった。やったどういうこと？梅剣どこ入れたの？いや、僕がもうスキップのあのクリックボタン押しちゃってたんですよ。押してなかったくね？いや、もうこれね、押してたら、話した瞬間に、オッケー。あら。オッケー。ああ、そういうことね。もうクリック押してもらったってことか。もうタスクかなと思ってスキップ押して、この指を離した瞬間勝手にどこにやろうとももうスキップなってた。あ、そうなんだ。勝った今ワンチャンあると思って。まあ、ドラム中に僕そのタスクドラム中終わってないから。六六六六。まあ違うのよ。どっちみにちょっと厳しそう。俺あれちゃうと黒猫史上一番長く黒猫がバレてたんじゃないか。いやもう初日の移動経路で絶対人外だと思って。絶対人外だと思った俺も。すごいなかったか。初手は？初手はゲンさん。私です。あ、ゲンさん。はい。めっちゃプテさんのこと疑っちゃったわ。ごめんね。いや。僕ゲイさんじゃないと思っちゃったから。ゲイさんじゃないと思ったな俺も。たまたま経路がボタンもね良かったし、あとボタンがね50何秒で押してるから、あれ実はおまおじさんのダンスをずっと見てて、でも弁当いる位置でずっと踊ってたんでマットが確証できなくて待ってたんですよね。ああなるほど。でおまおじさん弁当入ったんで、あ、これは切らなくていいやってことで押したら結構長いボタンになって、まあ、結果白くなったっていう感じでしたね、はいはい、ああなるほどね、よかったよかった、危なかったわ。じゃあいきますかね。はい、お願いします。結果あれは良かった、ありがとうございます。